遠目からこの工夫ですが、ちょっとトラップが大きくなった。シュートに決まった。山本リーグ戦2試合連続のゴール。先制点はコンサドーレ札幌。コーナーキックからやはり仕掛けてきました。いや今トラップいて難しかったと思いますけども、気合を入れ直します。牧野が大きく叫んだ一方笑顔の山本。今のゴールシーン、いやまあ前節の神戸戦でもそうでしたけども、はい、難しいシュートだと思うんですけどね、よく抑えて、永田から平川のサイドを使っていく。さあ平川クロスを入れる。ファーストリー足上げフリーだ。シュート決まった。アディショナルタイムでの同点ゴールは柏木。いやディフェンスポジションちょっと取りが悪かったですね、最初完全に被ってしまいました、ね。さあ今のプレー、ポジションして柏木だ。決まった。今日2得点目。絶妙ですね。間合いが絶妙でした。柏木勝ち越しの2対1、浦和レッズがリードを取りました。今助走で少しですね、はい、なんか、まあ、トリックじゃないですけど前ちょっとずれましたね。そうでしたね、この一瞬の隙です、はい。しかしキックも正確でした。素晴らしいゴールです。いや本当にもう精度高いですね。ですね、まあ、セットプレーの質っていうのがやっぱり J1 の